こんにちは、ビッグフィッシュハンターです今回はね、またね、ここ中崎道場からお届けしております。これね、具はバーンとバシッと並んでるでしょ。ほんまにごく一部なんやけども、僕のメモリアルフィッシュを釣り上げたね、記念すべきルアー、つまりね、僕の宝物を紹介したいと思います。そしたら今度はね、このルアー、これストームのね、ディープダイバーなんですけども、これもね、2019年1月8日アルゼンチン、これはね、スポッテッドシャベルノーズキャットフィッシュを釣ったルアーなんですけども、まあまあめっちゃでかいやつやし、もうこの辺もね、曲げられて曲げられてこっちごとなったんだけど、すごい思い出で、もう本当ラスト1投でね、どうしてもね、1匹そのスポッテッドシャベルノーズキャットフィッシュが釣りたくて、その日ね、トップウォーター、同じ日やからね、トップウォーターでね、ついできとってんけど、1本シャベルノーズ絶対釣ったろう思ってね、頑張ってでっかいシャベルノーズね、最後の1投で釣ったね、思い出のルアーです。これはですね、2020年1月10日、今年ですね、ノーザンタイランドバガリウスヤレリー5キロって書いてますけども、ブーツ、現地のね、ガイドしてくれたブーツと、シンガポールのね、釣りの友達アルビンが、まあ5キロぐらいあるだろうと、5キロだろうということで、まあまあ5キロってことになってるんだけども、実際ウヒト測ってるのでね、重さ僕はよう分かってるんだけども、それを釣ったね。しかもこのルアーね、僕はディープダイバーあんま持っていなかって、アルビンがこれ使えよってくれたルアーですで、魚釣ったからね、僕の宝物にするってことで、返さず持って帰ったというね僕の宝物になったからアルビンも返せんからな、これルアーですけども、バガリスヤレリー、これもね、すごい思い出の魚で、どうしても釣りたくてね、去年ね、僕が行きたいってことで、同じタイミングでエクスペッションのセットアップしてくれたアルビンブーツで、チューね、タイの友達2人とセットアップしてくれててんけども、実はその行く1週間10日前ぐらいに椎間板ヘルニアになってもうて、沖縄でね、ちょっとやってもうて、で、前日2日ぐらい前まで行かれへんかなと思って、関西の椎間板ヘルニアの名医って言われる病院回ってね、それでも身動き取れなくて、一歩も実際歩けなくて、立ち上がるの10分ぐらいになって、5メーターぐらい先のね、トイレ行くのに40分かかって、もうほんと家の中でおしっこ漏らしてしまうようなね、生活になってたから、なくなくギブアップして、2日前にギブアップして行けなかった。で、実はね、名古屋の、まあ、メインに出会うことができて、そこで直してもって、その後もね、年明けてすぐね、一昨年の12月5日に椎間板ヘルニアやったのに、これね、1月2日にアルゼンチン、地球の裏側まで行ってね、ゴーデントラウトとかでっかいシャベルノーズキャットフィッシュを釣れることができるという復活をさせてもらって、で、同じ渓流に行ってね、バガリウスヤレリーを釣り上げることができてからね、ほんまにその自分がもう人生終わったんちゃうか、もうこれ釣り一瞬行かれへんのちゃうかっていうぐらいね、動かれへん状態を直してもらって、で、泣く泣くほんまに自分で釣りを諦めるっていうのはもうこれ以上ないぐらい泣く泣く苦しい決断をして、行くことのできなかった、そのね、同じ川に行ってね、釣ることのできたね、思い出の川なんで、めちゃめちゃ宝物です、これは。このルアーちょっと何も書いてへんねんけども、これ実はね、その何年か前にバガリスヤレリー釣ってて、まあまあ このね、時に初めて釣ったんじゃなくて、その3、4年前に行ってて、まあこの今出てますけども、そのメモリアルルアーでちょっと過去を忘れてるからね、まあ、詳しい情報分かれんねんけども、まあ持ってるはずですか、ね、バガリスヤレリー前回釣ったね、最初にバガリスヤレリーを釣った思い出のルアーです。多少長くなってんけども、ザザザザッと、僕のメモリアルルアー、宝物を紹介させてもらいました。でね、エクスペディションをね、行くと、続けてると、こうやってね、宝物、こうやってね、唯一無二の、思い出がね、こもった記録的なね、魚を釣ったね、宝物ができますんでね、皆さんもね、エクスペディション
どん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 行きましょう。